正万寺は、愛知県岡崎市張崎町にある新州大屋派の寺院。三号は、和田山、若光山。本尊は、阿弥陀如来。境内にある白鳩と保育園伝承によれば、本寺の起源は二節ある。一つは1256年、秋のりに帰依した、ゴ森法名延前の着手下佐太郎。 宝明新願いが壁階層赤支部に混流した道場を始まりとするもの。もう一つは1258年、新蘭の矢作説法を弔問して、天台宗から改修した新願い、暴領会が混流した道場を始まりとするもの。どちらにせよ本寺は、三河国における最初の新州道場とされる。十五世紀の中頃、本願寺の釈女商人の血脈分流にあたる、 両県が旧正住職として入治してから流星を極める。1496年に水害に見舞われ、現在地に移った。1563年から1564年にかけて三河一行一期が起こる。本寺においては、八や半の城らが立てこもり徳川家康と争ったが、数ヶ月にして敗れた。大河藩も陛下のため消失した。一期敗北後、 十三世住職領位は品の国の上に逃れたが、1585年10月に厳重を認められた。徳川家光は1636年から1648年にかけて岡崎の十八の寺院に対し主院発給を行ったが、正満寺と東本願寺宗派の上宮寺は対象から除かれた。百八十五年六月十一日、 徳川綱吉から主因地と認められた。東西文化では東派に属し、三河触れ頭三家寺の一つとなった。現在の本堂は1734年の大修理の際に河原武器に改められ再建されたものである。1896年4月17日創立の愛知県第二神城中学校は最初は本寺を校舎とした。境内には 白鳩保育園創立という保育園がある。以下の物件が市の指定文化財に指定されている。ありがとうございます。